旅するワーママカメラマンの小春ちゃんと、私がちょうどね、私と、アトリアル大西涼子、私なんですけどね、とあと一緒に会社してる吉井恵美っていう私の妹と3人でね、インスタコラボライブを先週させていただいたんですね。そう、2人でちょうどワーママカメラマンの小春ちゃんに写真撮っていただいてたんですね。その時に、あ、じゃあ今からライブしようってね、何気なくインスタライブを外でカメラさ、写真撮影撮っていただいてる最中にさせていただいた時にね、お互いに質問をし合ったんです。うん。私は小春ちゃんに何の質問をさせていただいたかっていうと、旅するワーママカメラマンの小春ちゃんはもともとカメラマンじゃなかったんですよ。この後もともとカメラマンじゃなくて、企業さんのお手伝いしたりとか、私も、たちもそれで知り合ったんですけどね、公式 LINE の、勉強会とかしていただいてたりとか、いろいろね、バリバリ働く方なんですけど、また別に夢があって、でこうなりたい、ああなりたいじゃなくって、なんとかになりました、なんとかになりましたって大晦日に書いたら全部叶ってたんですみたいなことをね、お話してたんですね。で私はそうそうそう、何の話を聞きたかったかっていうと、なんでそんなねパワフルに夢叶えてるのみたいな話を聞いたのかな。そしたらそんな方の話をしてて、うん、旦那さんに旦那さんが会社を辞めてほしかったわけでは、旦那さんが仕事に不満があったわけじゃなくってないけど、旦那会社辞めましたとかって書いてあったんですって。うん、それが叶ってたみたいな話をしてて、よしくってすごいねみたいな話をしてたんですね。うん、なのでその時に私が、あ、ここ春ちゃんの旅する感じに憧れてね、じゃあ私小春ちゃんみたいになりたいなみたいな話をしてて、よしく勉強するわって言ってね、そこのライブは終わったんですけど、それ終わってからね、すぐに私カメラマンさんなんですよ。わーママカメラマンなので、私も写真を今習いに行ってたりするんですけどね、それに影響されたのがね、この本だったりするんですよね。そう、予習の本。うん、なので、あ、これすごい楽しくて私一気に読んじゃったんですけど、みんなにこの話したいなって思ったんですよね。そしてみんなでこれワークできたらすごい楽しいなと思って、今日のテーマにさせていただきました。うん、前置きが長くなったんですけど、よいしょ、予祝の話からまずさせていただけたらと思います。予祝ってね、聞いたことありますか？もし私やったことあります、なんか調べていくうちに私は知らなかったんですけど、結構有名みたいです。うん、こんな感じ、パンの耳さんこんな感じ書くんです。うん、あらかじめ祝うって書いて予祝って書くんですって。うん、日本古来の昔から受け継がれてることで、実は辞書とかにも載ってるんですって。そうね、引き寄せの法則とか今流行ったじゃないですか。海外から来てる引き寄せの法則とか流行ったんですけど、日本では実は古来からねやられてたって言われててね、祝福を あらかじめ予定することを、ま、いわば前祝いのことを予祝っていうそうです。で、そう、予祝です。あ、パソピさんありがとうございます、書いていただいて。そう、花見ってね、何にかし、私ね、改めてお花見ってね、なんで何をしてるんだ、なんかのお祝いかなぐらいにしか思ってなかったんですけど、お花見って何でするかって言ったらね、春にねしますよね、満開に咲く桜を秋の稲の実りに見立てて、仲間とワイワイお酒を飲みながら先に喜んでたんですって。先に喜んでお祝いすることによって願いを引き寄せてたのがお花見なんですって。そう、なので昔から古来からこの予祝っていうのはされてたよっていうのを本で読んでて、ほほーと思ったんですよね。うん、なのでこれすごく素敵だなぁと思ったりしたんですよね。そう、なので私が本で学んだことと小春ちゃんの話もね加えて、今日は何かっていうのをお話しさせていただいて、次回はみんなでワークしていったら楽しいなぁなんて思っております。ではではそこで私もね、読んだばっかりの情報だったりはするんですけどね、クイズです。うん、皆さんもよかったらね、考えながら答えていただきたいなと思っているのですが、クイズ、3年後に英語をペラペラになるにはどうしたらいいと思いますかっていうクイズね、自分自身がでもいいし誰かでもいいので、ね、3年後に英語がペラペラになりたい人どうしたらいいと思いますか。うん、1番、1日最低10個新しい単語を覚える。2番、ネイティブの人を見つけてできるだけ話しかけるようにする。3番、毎日部屋の掃除を少しずつする。これどれだと思いますか？私も本を読みながら、うん、どれだろうって考えながらね、本をめくっていたんですが、皆さんもよかったら考えてみてください。あ、ニコさん
コメントありがとうございます。人生の恩人の方にやりたいことは断定して言わないとやり遂げられんよと教えていただきました。同じような考えですかね。いや本当その通りですよね。断定するってねびっくりですよね。こんな未来になりたいなじゃなくて、なりますとかなりましたっていうのがね、予祝では大事なんだよっていうのをね、先週教えていただいた時にお話ししてたんですけどもね。あ、答えていただいてありがとうございます。あ、かおりさん、テスト後の娘と見ています。あ、嬉しい、ありがとうございます。2番、ネイティブの人を見つけてできるだけ話しかけるようにする。そうですよね。パノミさんも2番。あ、みんな2番が多いかな、ネイティブの人と話す。くちやさんも答えていただいてありがとうございます。パノミさんも皆さんコメントありがとうございます。うん、これまあどれも正しいかなと思ったりするんですが、本で書かれていたのは、もういつもね、まあ、作った自分の画像を見つけるのに必死ですけどどこだ、答えは、よいしょ、答えって言っても、まあ、どれも本当だと思うんですけどもね。あ、スイーツミューさん正解です。いつでも海外に引っ越せるように掃除、3番。ね、理由は実は3のね、理由はちょっと違ったりするんですけど、どれも正しい、どれもね、いつでもね、海外に行けるようにとかっていうのも正しいかなと思ったりするし、単語をコツコツ覚えるっていうのも正しいし、ネイティブの人と喋るっていうのも大事なんですけど、実は一番大事なのは心だよって書かれておりました。じゃあなんで掃除しなきゃいけないのってところだと思うんですけど、本に書かれてたのはね、私の答えじゃないよ、本に書かれてたのは不機嫌な気分で夢を追いかけるより、いい気分でやる方が絶対的に早く夢が叶うよっていうところで、正解は3って書かれておりました。部屋をきれいにするといい気分になる、夢を叶えるためにポイントとなるのがやっぱり心なんですって。よくね、私もね、皆さんの集客とか運営とかのサポートとか相談に乗ったりするときに、やっぱりこう暗い心で、ああどうしようどうしようってなってると、なかなかうまくいきづらかったりするんですよね。なんかもうやる気に満ち溢れてる方って、なんか未来に絶対的な自信を持ってるし、スピードは速いななんて思って見ていたりする。だからそれってなんだろうと思ったら、やっぱり未来を信じてるんですよね。こうなるに決まってるって、さっきの断定ですよね。なので夢を叶えるためにポイントとなってくるのが心。なんか心乱れてってる時って、すごい部屋汚くなかったいいですか。そう、部屋を きれいにするとやっぱりいい気分になって、前のめりに前向きになれたりしますよね。全部大事なんですが、実は3番すごく大事だよっていう風に本に書かれてあったりしました。似たものが引き合うように、いい気分はいい未来を引き寄せるんです。ね、いい気分イコール自分イコールよしことかつながってくるんですけどね、自分と同じものね、未来にいいことを想像してるから引き寄せてくれるんですっていうところだったりします。今日ねページいっぱい作ったんですわー、あ、皆さんありがとうございますパノミさん、わー、やばい、に掃除苦手ニコさん、断捨離ですね。弓原さん、あー、わかります、部屋が汚いと心ね、汚れてると心落ち着かないですよね。ね、私も読みながらめっちゃ思いましたエミさん、今から掃除します、ね、みんなでまずは掃除しましょうさゆりさん、はじめまして、いつも楽しみに見させてもらってます、嬉しい。昨日ちょうど食器棚とか掃除したら、あ、いいですよね、開けるたびに気分がいいんです。本当そうですよね。ちょっとずつでいいって書かれてました。ちょっとずつ掃除するでいいよって書かれてました。本当ちょっとずつでいいですよね。皆さん分かります？同一してくれて本当に嬉しいです、ありがとうございます。そうなので、いい気分にまずは自分をしてあげましょう。ね、先にこうお祝いするっていうのが予祝だよっていう、今そのお話させていただいてるんですけどもね。予祝でなんで未来の夢が叶うかっていうと、未来に夢が叶った時と同じ喜びを今の時点で味わうことを感じることによって、現在の気持ちが夢が叶った時と同じ状態になる、心がその状態になるから、その未来を引き寄せることができるんですって。だからすごく心をまず大事だったし、みんな掃除のことですごい盛り上がってくれてる、ありがとうございます。部屋がきれいだとキュウキュしますもんね。本当その通りですよね。まず不要なもの捨てます。私もう断捨離したくてしょうがないんです。スイスミューさん、最近水回りの掃除頑張ってます。掃除嫌いですが、そうそうなんですよね、わかる。もう心荒れてる時ってね、なんかむしゃくしゃしてたりするよね。その時にトイレ掃除するとかするとね、めちゃめちゃ気持ちよくなりますよね。皆さんありがとうございます、コメント嬉しい。もう一個ストーリーが、ね、私に響いた、本読んでて響いたストーリーがあるので、もう一個お話しさせていただいてもよろしいでしょうか。このストーリーがね、皆さんこれもね、
ちょっとしたクイズだったりするので、また考えていただけたら嬉しく思います。パリからね、あの客室乗務員さんのお話だったりするんですけどもね、パリからね羽田に向かって飛び立った飛行機にトラブル発生して、パリからパリに引き返すことになったんですって。そう、みんな日本に帰りたかったのにトラブル発生してパリに引き返すことになりました。自分自身だったらどう思いますかってところ考えていただきたいんですけど、その客室乗務員様が乗務員さんが各クラスのね、各お部屋のお部屋というか飛行機の中のね、中を覗きに行ったんですって。うん、大丈夫かしら、お客様大丈夫かしらみたいな感じで覗きに行ったら、ファーストクラスの方はね、あ、君も大変だねとか、あ、パリにそういや買い忘れたものがあったよって言ってねぎらいの言葉をかけてくれたのがファーストクラスだったんですって。でビジネスクラスの方はもう明日会議あるのにみたいな感じでちょっとね、不満を言ってたんですって。で最後にね、エコノミークラスを覗きに行ったら自分の後輩の胸ぐらを掴んでたんですって。うん、これってなんでこんな風になるか、どうしてだと思いますか。ファーストクラスの方はねぎらいの言葉、ビジネスクラスの方は明日会議があるのに、エコノミークラスの方は胸ぐらを掴んでた。うん、これね、普通の方だったら私もそう思ったんですけど、あ、なんかお金持ちの方ってね、やっぱ心に余裕があるなーとかって普通考えません？まあね、お金持ちだしも心にも時間にも余裕があるんだなーなんて思ったりするかなって私は思ったんですけど、実は逆なんですって。あ、さゆりさんコメントありがとうございますね。まだパリにいられてラッキーって考えたいですよね。そう、あ、もうさゆりさんはね、もうビジネスクラスですねあ、ファーストクラスが先か、ファーストクラスの考え方ですさゆりさんまさにファーストクラスの考え方かななんて思うんですが、私だったらちょっとショックって思うかな、ビジネスクラスかな胸ぐらはさすがにつかまないかなって思うんですけど、お金持ちはね、お金持ちさんは心に余裕がゆとりがあるなって考えるんじゃなくて逆なんですって。心にゆとりが生まれるとお金にもゆとりが生まれます。まずは心が先ですよってところで、うん、心かける行動イコールあなたの未来が待ってますってところ、うん、だからね、頑張るっていう行動もすごく大事、うん、でもその前にどんな心の状態で行動するかがとっても大事だったりするんですよね。そう、なのでさっきの掃除もそうですよね。掃除して、あ、気持ちいい、すっきりっていうした状態でね、何か物事に取り組む、英語にね、英語を勉強するって時とね、部屋もすごい荒れてて、心も荒れてて、できないできないできないと思った状態で英語を勉強するんだったら、どっちがね先に英語をマスターできるかなってところだったりするんですよね。本当に心の状態って大事だななんて私も日々感じてたりしております。皆さんどうですか、思い当たることあったりしますかね。よいしょ、大事なこと、今のあなたの心の状態かける行動で未来が決まります。そう、今のね心の状態が沈んでるとかける、頑張って行動してもいい結果もしかしたら結びつかないかもしれないですよね。うん、これ私やりたくないことなのになって思って必死に行動してても、もしかしたら良い結果生まれないかもしれない、うん、でも私絶対こうなれるって思ってワクワクしながら行動してると史上最強の未来になりますよ。そのために予祝ってすごく使えますよってところだったりするんですよね。ニコさんコメントありがとうございます。余裕がないと子供たちにめっちゃイライラしますね今日私もそうでしたよ。心に余裕がないとね、どうしてもね子育てしてたらイライラしがちですよね、だったりするんですが、ちょっとねもう心がね落ち着いてて、あ、大丈夫よ、いってらっしゃいみたいな感じでね接してあげたいものですよねすごくわかります。ただなのでそのワクワクをね、ニコさんは自分が全然イライラしてなくって気持ちいい状態を想像しながらね行動したら、未来がね、どんな未来っていうのがね待ってるか、ちょっとワクワクしながらぜひぜひ考えてみてください。どんな未来に行きたいですか。あなたのワクワクリスト書き出してみてください。ワクワクする場所、ワクワクする人、ワクワクする夢ね、ぜひぜひ考えながら、うん、今日はね聞いていただけたらと思います。体調悪いとイライラしちゃいます。なので自分を整えるってすごく大事だと思います。本当その通りですよね。体調悪いと、時間がないと、睡眠不足だと、お腹空いてると、ついついねイライラしちゃいますよね、うん、あ、この内容今の私にめっちゃ響きました。本当ね、みんな子育てしてるとね何かとありますよね。
常にね、あの機嫌がいい、ね、いつもニコニコのままでいたいなと思いながらもついついね怒ってしまいがちだったりする私です。そうなのでね、ぜひぜひこれやってみてください。あの教えていただいたのはね、大晦日に予祝するといいよって聞いたんですけど、大晦日ってねあと半年あるからね、だいぶ先だったりするので、これってね毎日朝やってもいいと思うし、毎月の初めに今年は今月はどんな1ヶ月になったら嬉しいかっていうのを予祝するっていうのもすごくいいと思うんですよね。うん、毎朝起きた時に今日は人生で一番幸せでした、こんなことがあってこんなことがあって一日幸せだでしたって言ってから今日を迎えるのと、あー今日もだるいなー、しんどいなー、子供泣いてるなーって思って一日を迎えるのだったとね、やっぱりね結果が全然違ってきますよね。そうなので、まずは言い切ることから奇跡が始まります。未来の先取りかける喜びイコール予祝とね、私も、本を読んだばっかりの情報を皆さんにお伝えしております。ちょっと興奮気味でねお話しさせていただいてたりするんですけどもね、よかったらこれね、1年後のこと3年後のことでもいいんですけど、私よく言ってるんですけど3年後の未来ってねちょっとどうなってるか分かんないなと思うので、おすすめはね1年後1ヶ月後とかの方がいいんじゃないかなと私は思っております。よかったらこれ皆さんでやりませんか。うん、よいしょ。詳しくはね、もう一回ね、まだ今見始めた方もいらっしゃるかなと思うので、ワクワクは無敵、願いを叶える最大のコツはね、ワクワクしながらね、ワクワクしながら未来こんな風になりたいとかなれたらいいなじゃなくて、なります、なりましたって言い切ることが大事、想像することが大事だったりするんですね。成功、あ、叶えた自分を想像することによってワクワクする心がね、生まれますよね。それかける行動することによって史上最強の未来が生まれるよっていうのが予祝だったりします。祝福をあらかじめ予定するのがいわば前々、いわそれが予祝だったりします。うん、なので皆さんでとこれやりたいなと思っておりますという感じでね、予祝の説明はこれくらいにさせていただいて、うん、ワークをねさせていただきたいななんて思ってるんですが、今日はそんなお時間がないので、ちょうどねエミさんがお部屋に来てくださってるので、ちょっとこれエミさんちょっと話聞いてた、うん、視野を停止。予祝どう、ちょっと今日はエミさんです、一緒にお教室してるエミさんなんです、ね、さっきまでレッスンやってたんですが、そうなんです、ね、先週小春ちゃんの話聞いて、うん、ちょっと興奮しましたよね。すっごい楽しかったよね、うん、そうなので、うん、よく日常でも最近、うん、あのこれからしようと思うことをしましたっていうようになって、うんうんうん、子供にもね伝えるようになりました、ね、お子さんと一緒にやってもいいんじゃないかな、うんね、よかったらねこの本一度読んでみるのもおすすめ、結構ね昔の本みたいなんですけどね、3年ぐらい前の本なのかな、あんないけど、前祝いの法則予祝で調べてるとね、きっといろんな本出てくるんじゃないかなと思ったりはするんですけど、やっぱり具体的にこうなったっていうのを想像するっていうのがすごく大事だったりします、うん、なのでこれをエミさんと一緒にこうなりました、うん、その時の気持ちはとかまで具体的に深み掘りするインタビュー形式でね、予祝インタビューライブっていうのをさせていただこうかなと思います。なのでその時にみんな一緒に考えていただけたらと思ってる、うん、やっぱり最大のね、これ何回もねこの本読んでて出てくるのがワクワクすることって書かれてて、いやワクワク最強ですよね、うん、こう苦しい思いでね何か考えるよりワクワクしながら行動した方が絶対ね、あの早く自分の求めてる未来に行けたりするのでね、うん、そう、一人で言うよりね、うん、みんなに対して言うことで自分に対してのね、うん、あの心地いいプレッシャーもかかる、うん、心地いいプレッシャー大事なのでこれね近々、うん、ライブさせていただこうかなと思っております。しましょうしましょう。そう、あにこさんがコメント書いてくれてます。目標やゴールを決めたらあとは走るだけですよね、うん、そう、それがねもう叶いましただったらねもう絶対叶いますよね。そう、うん、ありがとうございます。大丈夫かな、いいですよね、うん、そうだからさっき言ってくれた、うん、走るのも一人で走るのね、マラソンって大変だけど、うん、寄り添ってくれる誰かがいたり、そうそう、休憩一緒にしたり、うん、お尻叩いてくれる人がいたら、うん、ね、ゴールもね寄り添えるので、うん、みんなでするのって、うん、楽しい、絶対いいよね、絶対来ないからね、うん、ぜひぜひ一緒にやっていただけたらななんて思っておりますね。いつしようかねっていうのはまたね、あの今週来週までにはさせていただこうかなと思います。あ、加工さん、夏休みに使えるといい、そうですよね、そうです
ですよね。じゃあ夏休み前には絶対させていただこうかなと思ってるので、よかったら気に来ていただけたらと思います。ちょうどね、YouTube がね、もう少しあと9人で1000人いくんですって言ったら、みんなすごいフォローしてくれて、結局1120、まあ、結構もうあっという間に1000人超えたんですね。1100人も超えてありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ってことでね、ありがとう記念ライブっていうのに、このよろしくライブ、ね、よろしくライブを使わせていただけたらななんて思っておりますので、詳しくはね、公式 LINE の方からこんなこと事前に考えといてとか、こんな風にやっていきますよっていうのを、公式 LINE、 アトリアルの公式 LINE の方から流させていただきますので、ぜひこのぐらいの時間に皆さんと一緒にできることを楽しみにしております、とても楽しみです。はい、今日もね、聞いていただいてありがとうございました。またぜひ聞きに来てください。よしくも一緒にやっていきましょう。コメントいただいた皆さん、聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。ではでは、失礼します。